ついにこっちにもやってきた。はい。というわけで、視聴者ご挨拶タイム、いってらっしゃー。はーい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 。いってきまーす。おやすみなさーい。おやすみなさーい。よし、頑張っていきましょう。タコボキー、あら、不動産じゃないのかよ。ポリスなんだ。ポリス死んだ。はい、ポリス仕様です。はい、止めた判定してます。はい、工藤ポリスに止められてるんで、工藤を止めた人は新能力持ってます。俺です。ああ、坂井さんか。1回2回1回です。はい、俺止められてる。うん、ほう、ここは聞く、わかんないです、それは。うん、他にいるなら高脇くんっぽいね。うん、多いですね。最悪。あれ、俺、あ、待って、工藤さん出てないんですよね。出れなかったです。出れなかったんですよね。あ、はい、じゃあ僕バカルクアートです。うんうんうん、ネロちゃん家に千野さんと工藤さんが入っていくのを見てるので。あら、行ってないです。バカです。バカ。まあそうだね、高垣が見えてないし。誰かお家に来ました。なるほど、行ってないです。これ行ってないです。お家行った人言った方がいい、お得そうですけど、どうなんですかね。僕じゃないです、うん、お得じゃないかも。お得じゃないのか、うん、そうなので言いますけど、あのインベでハイブリさんを見ました。はい、緑トラッパーと明るくアウトです。はい、はい、ハイブリさんはトラッパー。どこ行った。ザチキンさん引っかかってない判定。ザツキンさんち行った人。行ってません。いいな、行ってません。うん、インベの人。ちょっと、はい、あ、止まってんのか。はい、はい、なるほど。はい、あれ、ごめん、インベって誰が言ってくれたんだっけ。俺みたいな。ネクロです。ネクロさん、はいはい、はい、オッケー。え、せんちゃんもインベですか。はい。あ、そうなんだ。ネクロジッパーと、ね、パーゴーストで出てるので多分、あって思ってます。はい、あってゴーストね。はい、うん、ということはセンちゃんに来たのはポリスじゃないってことだから、うん、釣りに行く。あれ、新ルックは出たっけ。いや、出てないっぽいですね。出てないですね。ルルさん、チャギくんが人外じゃない。いや、僕目線ってなると、あの ネクロルさんがハイブリさんを明るく、緑トラッパー明るくっていうふうにも出てるので、まあ、はい、じゃあ出ますけど、俺がルックなんで多分シーン出れてないです。いえ、
だから先ちゃんち行ったの京子さんしかなくなりそうだけどね。そんなことない。私後出しになっちゃうんですけど、トラッカーでスナパイさん見てて、スナパイさんが工藤さんち行ってるの今見えてます。後出しやな。そうなんですよね。次先に言います。来た人いないになっちゃう。え、座敷さんがあんの。魔術師、うん、そうなんだ。これそうなるとセンちゃんの家に誰か来ましたは何なの。家に誰か来ましたは、うん、1,2,3,4,5,6,7 わ、本当です。で、うん、まず工藤くんが行けてないスナパイさんが止めてるから、それを京子さんが言ってる、うん、ハイブリは、うん、トラップザチキンさんが初日で、ネクロルさんとチャゲくんで、チャゲくんはネロちゃんとこ行ってて、ネロちゃんが真のルック出てるから、チャゲくんも多分まあバカっぽい、うん、っぽい、うん、でネクロさんはインベで、まあ一応ハイブリさんの結果合ってるって言ってるで、トラッパー合ってるから、うん、センちゃん家に行った人いないよ。いなくない、うん、何が来たの。何かしら来ました。それを言ってほしい。はい、まあ、センちゃんゴーストか。はい、あ違う、はい、えゴースト。でもこれ赤っつった方がいいよね。そう、センちゃんゴーストだったら赤っぽいところにろうそくが置けてるかどうかによっては議論の内容が変わるけど、うん、まあ、何も言わないなら一旦放置でいい。はい、うんうん、あじゃあちょっと先に言います。チャゲポヨさんち見て、チャゲポヨさんがハイブリさんの家に行ってます。あー、合ってます、うん、あスナッパイさんち置いてます。誰も来てないです。はい、ザチキン家から出てきてなかったよ。うん、チキン家から出てない。あで僕が、僕はあのチャゲポヨさん見て、緑ルックアウトとチーフです。工藤くんは、俺ネロちゃん見に行っちゃったんですよね。で結果合ってるんですよね、緑の方。なるほど。なんかラインを見ようとしました、どっかしらの。なんかネクロルさんの言ってることが真っぽいと僕は思ってて、その場合ってセンちゃんがゴーストなんやったら、チャゲ君って緑になると思うから、うん、工藤京子か工藤スナパイ、初日止めたって言って、あ止めたって言って止めずに1キルだけにしておいたか。工藤京子でも CO の言い方めちゃんこ怪しくない。あ京子スナパイもあんのか。でも京子さん今、僕がハイブリさんのところに行ったの、あそう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 、うん、先出ししてる、当ててるんですよね、先出ししてるんですよね。なのでトラッカーは割と濃いかなって思っちゃうんですよね。あーなるほど。京子さんはでも白だとするとむずいね。初手スナパイさん切ってないにしても俺目線、もう一人が誰なのかって感じなんやな。むずいね。京子さんは白だとなるとね。え、そうなると私目線だと、え、スナパイさんなのか。スナパイ駆動でライン繋いでる可能性もあるじゃないですか。初日にタカが1キルしか起きてなくて、スナパイさん、あ、オッケー、ごめんなさい、区切って、スナパイさん、それ、これ何？
あ、どこで言います？工藤。ああ、俺か。工藤、うわ、あ、おやすみなさい。いけるかな。ちにいさん。似てるやね。おお、うんうん。サバイバーです。どうぞよろしくお願いします。今日俺ハイブリさん止めてるけど。止まってハイブリさん。え、待って。止まってますハイブリさんって。うん、出れてない。あー、じゃあ、OKOKOK、分かった。え、ネクロさんとハイブリさんに何て言ったんでしたっけ？トラッパーと明るく。あー、OKOKOK。スナパイさん赤ポリで見えてます。だから、スナパイさんとハイブリさんや、俺の目線。あー。で、スナパイさんに入れます。多分、全体目線、ハイブリさんには投票しづらいと思うから、まだ。センちゃんか、魔術師の場合を考慮できてる？まあ、それはそれでも勝てんのか？いや考慮してないですね。ないね、どっちにしよう。釣るなら赤だと思う。シャケ君が決めるべきだと思うけどね。シャケ君ほぼ。まあでも確かにスナパイハイブリのタクを工藤君が言うならそれでいいと思う。うん、俺は工藤君に。俺も工藤スナパイが濃いから。僕スナパイさんに今入れますね。そうだな。でもどちらにしてもスナパイさんは確実に赤の相方位置にはなると思うんで。でも俺工藤ハイブリ両方止めた実績があるってお互いから言われてって。そうやで。そうなんですよ。だから赤ポリスかなっていう。工藤ハイブリってあるのか。でも今回2キルを着てるから工藤ではないですね。そもそもそうそうそう、そもそもなんやけど、チャゲ君視点ってセンちゃんの魔術師もあって、スナパイさんに俺止められてるからキルしての工藤君しかいいのね。俺視点ははい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 、スナパイさんが赤ポリだとしても、うん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 。で、シャゲ君村確定してるから。ハイブリさんは駆動線路ですかね、じゃあ。いや、違う。駆動スナパイで今ライン切りしてると思う。いや、スナパイさんだって止めたじゃないですか、このターン。ハイブリさん、スナパイさんキルできないですよ。センちゃんが魔術師で切ってる場合がある。猫落ち、猫落ちインベス死んだし。え、でも、そんな俺はスナパイね、多分ね、どんな議論してもセンちゃんが入れたところが3票になると思うわ。あ、まあそうですね、そりゃそうだな。でセンちゃんがサバイバーだったら軽い票入れられるはずなんだけど、はい、今迷ってるってことは、うん、多分魔術師で合ってると思う。うん、3択で今迷っててスキップ入れようかなと思ってるんですけど。なんでスキップ入れたらどうなるの。スキップ入れたら賭けかなって。スキップ入れたら多分誰も釣れないよ。あ、そう、はい、誰も釣れないけど、あのインポスターさんに任せることはできるから。サバイバーなんじゃないですか。じゃあこれ完全に戦の目線だけの話です。チャゲ君が決めて、俺視点は、てかセンちゃんがもうスキップって言うんやったらスキップ入れたら、うん、いや僕はスナパイさんに行きたいです。ここで赤ポリが出たらそのハイブリさんとこ止めに行ったっていう主張がちょっと通らなくなる。俺入れたからね、俺入れたからね、今最後にスキップ、俺が最後に入れてるからね。へへ、さあどうしようかな。
ああ。え、切るんですか？なるほどね。サバイバーですよ、これ。オッケーオッケー。シャケ君が駆動ハイブリのタクで、俺、シャケ君のところに止めてるから、あのトラップを。だから俺のとこ、あのシャケ君は切れへん。千野さんのサバイバー見てるんで、先に当てました。出る前に。チャゲプワさんが今どっちに傾いてるかまず聞いてもいいですか？あ、さっき、はい、さっきのターンはハイブリスナパイかなって思ってたんですけど、はい、最後のスナパイさんの3票目をハイブリさんが入れたって言ってたのが、うん、ちょっと僕の中すごい濁ってます今。これはチャゲくんが最初からネクロールさんが俺のことを当ててる、トラッパーで当ててくれてるから、ネクロールさんが真に乗る、うんうんうん、インベスにもう見えちゃっているので、チャゲくんに、うんうんうん、シーフが出た瞬間に緑確定じゃん。ザチキンさんで魔術師をしてて、センちゃんが青師匠だから。うん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 。なので、チャケ君に決めてって言って、チャケ君にかん、あの、どこ入れるって聞いてた。チャケパイさんにちょっと3つ言いたいことがあって、まずスナパイさんを釣っても赤陣は全然勝ち筋が残ってるから、入れうる。別に入れた方が得かどうか置いといて入れうるっていうのがまず1点目。2点目がさっき言ったように、僕は千野さんを実際にインベスで今回のターン見に行ったので、先に、まあサバイバーか魔術を2択ぐらいになってると思うんですけど、先に確実に当ててる点。と、3つ目が、僕、工藤もハイブリさんもどっちも初日、3日目にそれぞれスナパイさんに確かに止められた実績があるという話ですが、初日に止められた僕より昨日止められたスナパイさん、ハイブリさんのラインの方があって、俺はスナパイさんの昨日確実にインベス結果で切りに行ってる。この3点を伝えたいです。うん、なるほど。入れてるのは俺の方って主張してます、これは。うんうんうん。私さっき止め、昨日の夜強子ネクロルの2人が死んでいて、で第三陣営の千野さんがキルできる役職じゃないから、赤の2人が絶対切ってるから、スナパイさんが止めた、赤ポリで止めたっていうのがそもそも嘘ってこと。あ、そうですよ。になりますよね。はい。だったら俺がそれを破綻させにいってる人になっちゃうよ。だからそこをハイブリさんが赤でつないだか、つないだしかちょっと通らなくなってしまわないですか。つなぐじゃなくて止められてしまっているから、その事実を言ってるだけで、俺はちょっと分かんない、どうなってるのか分かんないけど、うん、俺が決定票を打つ理由もなければ、それこそ破綻させる理由もない。そうすな、うん、し、そもそも俺は駆動強行、駆動スナパイ、スナパイ強行3択全部あるので、俺がインポスターだったら今日こちゃんはキルしないかな、シャケ君の方キルするかな。いやでもそれでも数合わなくないですか。赤の目線って瀬野さんが魔術かどうか分かんないんですよ。その場合シャケプーさんをキルにはいけなくて、いや瀬野さんをキルしかなかった。俺は絶対にシャケ君のところにトラップを置くから、シャケ君がまずキレない、俺は対抗者がキレないから、センちゃんしかない。いやー、これハイブリさんだと、ごめんハイブリさん。いやー、止められ、あー、分かった、止められてない人やったな。言った瞬間破綻させた、ごめんと思った。あー、ごめん、止められない、止められてないやな、分かった、止められてないやな、最後。あー、怖かった。いいね。まあまあ結果論ですけど、つらんかったらよかったな。そう、千野さんがまだその魔術師の線があるってなった時にすごいごちゃってた僕の中で。うん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 。でも逆に千野さんが最後サバイバーで死んだのが見えたので、はい、だいぶすっきりはした。いや、どうしよう、工藤くんキルでもよかったんか。それでセンちゃんと、セン、ちゃんにチャゲくんと僕、でもね、それの選択嫌やねんな、サバに任せんのって思って。わかるわかる。なんか人狼勢の議論のやつだと思って聞いてました。いいね、いきます。いいよね、じゃあ。